さあ、とうとう出ましたね。東京大学の学校推薦型選抜の学生募集要項が出ました。どういった内容が書かれているのか、おおむねそこまで変わりはないかなと思いますね。8割以上の得点あったじゃないですか。そこが一番気になると思うんですけども、キープされております。ここはいじってこないだろうなって予想してましたけども、悠仁くんにとって大きな壁ですけども、これを排除したらすぐバレちゃうじゃないですか。しかも影響度が高すぎますし、侵入不可能な領域に近いと思いますから、ここは残されましたね。代わりと言ってはなんだけども、1行追加されてますね。入学者選抜方法。合否判定は提出書類、資料、面接等及び大学入学共通テストの成績を総合的に評価して行いますと。具体的には次の1、3の通り実施しますよと。これが悠仁くんが歩む入学者選抜方法になります。どういう風に入っていくのか。まずは第一選考があります。提出書類と資料によって第一選考を実施すると。これはあの論文の出来だったらいけるんでしょうね。私的には悠仁くんが書いたものとは思ってないですけど。で、第一選考合格者に対して学部ごとに面接を実施しますと。面接裏でやればいいですから、これも通るでしょう。それから提出書類、資料、面接を及び大学入学共通テストの成績を総合的に評価した上で最終合格者を決定しますと。こういう順序になるんですよ。ですから大学入学共通テストの成績は関わってくるんですね。唯一の壁かなっていうところです。ただ裏で処理してくるのかなって思いますね。なお、大学入学共通テストは入学後の学習を円滑に行い得る基礎学力を有しているかどうかを判断する観点から、おおむね8割以上の得点であることを目安にしていますと。ここは削られなかった。なんですけど、米印で1行追加されてまして、入学者選抜方法に関して、具体的な審査方法、面接内容の質問等には答えませんって書いてあるんですよ。これは怪しいですよね。これが突然追加されたっていうことは、ここに関する質問を予想しているから書いてくるわけですよね。悠仁くんのためじゃないんですかって思わざるを得ないようなことは書いてありますね。もしこれが悠仁くんを対象にしているんであらば、やっぱり悠仁くんは東大狙ってるのかなと思ったりするんですけども、質問が飛んでくるのも東大さんは分かってらっしゃるっていう文言でしたね。入学者選抜方法に関して具体的な審査方法、面接内容の質問等には答えませんと。なんか怪しいなと思いました。それから共通テストに関する話です。農学部が受けないといけないところが6教科8科目。前年に比べて1つ増えております。情報が増えたからですね。5教科7科目から6教科8科目になっております。配点合計としては1000点です。8割ですから800点取ってもらわないと困るですね。で、配点でいくと国語が200点、ここかなり鬼門かなと思います。現代の国語赤点と呼ばれてたんですから、これ厳しいんじゃないのかなと。それから地理歴史、公民、まあ1科目を選択して受けなければいけない、これが100点です。地理になるんじゃないのかな、理系だったら。数学、数 1A数 2BC とありまして、これが200点ですね。100、100で200点だと思います。理科は200点満点です。物理、化学、生物、史学。これから2つ選択すると。生物、化学とかじゃないですかね。それで200点らしいです。そして外国語。英語、ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語。ここから1科目で200点満点ですね。で、それから情報1ですね。100点あるらしいです。これで8割取らないといけないというわけです。しかしながら裏で処理できそうな感じはするなぁと思いました。悠仁くんこの点数を取れるのか厳しい戦いになるんじゃないのかな。8割はそれぐらい高い壁じゃないのかなって感じます。それから農学部に特化した募集要項ですね。ちょっとだけ変わってましたけども、そこまで大きくは変わってないですね。東京大学農学部長からのご挨拶から、出願を検討されている受験生並びにご指導される教員の皆様と、農学、生物学もしくは食料、生物資源、環境の問題に関する一研究成果あるいは論文。ここが悠仁くんにかかっているところかな。
2番目活動実績等の資料、3番目各種コンテスト参加者その成績のうち少なくとも1つの提出を求めていますと。農学部は従来からこれらの外形的な成果情報だけではなく内容や背景にある過程を吟味し、まあ、内容や背景にある過程を吟味したら久しくなって絶対受からないと思いますけどね。ちゃんと吟味してほしいもんだなと。それに関わる受験生の皆さんの積極性、これを忘れてはならない。実績協調性及びリーダーシップも評価の対象にしてまいりましたと。リーダーシップなんてないでしょ久しくに。あれな、感染症流行が影響して学校内外の様々な活動や生活が少なからず制約されたために、ご自身の活動実績やコンテストの記録などに不安を感じる方もいらっしゃるかもしれませんけども、公に認められた成果がなくても、一さんに関わる活動の詳しい説明を準備できるならば、出願を諦めることはありませんと。複数も可能で、あればあるほど強くなるんですよ。あ、ですから、久人くんはそれに向けて、かなり用意してきてるんじゃないのかなって思うんですね。1番目、募集人員10人程度でございます。かなり狭き門。で、求める学生としましては、動物、植物、微生物が持つ多様な機能に興味を持って、自ら主体的にそれらを学び、深く究明し、さらに応用して社会に役立てたいという強い意欲を有する学生と、特に生命に対する理解をもとに他の自然科学、社会科学、数理科学も含めた分野横断的なアプローチを幅広く取り入れながら食料、生物資源、環境、生態系等に関わる諸問題の解決にグローバルな視点から貢献しようとする学生が望ましいと。今までの久人くんの行動って、まあ、合わせに行ってる気がするんですよね。やっぱり意味があったと思うんですよ。玉川大学に行ったのも、農研機構に行ったのも、すべてはこれに向けてるんじゃないんですかって、思っちゃうんですよね。そうなれば税金で東大行くようなもんですよ。ざけんなっつの。農学を構成する基礎応用諸科学に関する専門教育を段階的、体系的に行って、農学に課せられた小問題の解決に必要とされる高度な専門知識と幅広い視野を有し、社会の要請に応えることのできる人材を育成することを目的にしていますと。その話はどうでもいいんですか？どうせ満たしてないんですか、太一君は。4番目、推進要件。以下のすべてに該当するものとしますと、高い基礎学力を有する成績上位者であること、赤点と言われている時点で満たしてないでしょうと。2番目、農学とその関連分野に関する特記すべき推薦事業を有することと。関連分野っていうのは何か。農学とその関連分野とは、農学及びそれを構成する基礎応用諸科学を指し、生物学をはじめ農業、食料、生物資源、環境等に関連する広範な分野を含みますと。北人くんがやってきたのはほぼ農学ですよ。稲とか品種改良、これに向けてやってたんだろうなって思います。学部が求める書類資料、ここが一番のポイントかなと思うんですけど、各学部共通に求める調査等のほか、上記推薦要件に該当すると判断できる客観的根拠を示す以下の1から5の資料のうち少なくとも1つの提出を求めますと。4と5が増えてますね。提出にあたっては以下の項目の概要の説明書を求めますと。外国語の能力に関する検定試験等の記録、その他特記すべき活動の記録、これが増えてます。5番目は曖昧ですけどね。1番目、研究成果あるいは論文と。久人君に言うと赤坂御用地のトンボ論文になるのかな。2番目、活動実績等の資料、いろいろ行きましたよね。インターンシップ、ボランティア、農業実体験、こういうのは農研機構を例に出しとけば十分ですよ。他にも言ってるような気がしますけど、17歳の悠人様は根っからの研究者、皇位継承者としての成長ぶりを稲野先生も実感とか書いてあるように、そのために言ってるようにしか思えないですよね。あとは国際会議への参加等の活動を証明する資料、ポスター発表とかすればここに書けるですよ。農学、生物学、もしくは農業、食料、生物資源、環境等の問題に関連する各種の検定試験等の成績などと。3番目、各種コンテスト参加者その成績と。今回国際昆虫会議に行かれるわけで、そこでもし表彰されたら、そういった実績も持ってくるのかなとか思ったりします。4番目、外国語の能力に関する検定試験等の記録。TOEFL とか TOEIC だと思うんですけども、悠人くんは受けられてないと思います。これは用意しないのかもしれません。ちょっと気になるのは、悠人くんの英語力が、押された記事が連発している点ですね。それもいろいろ工作してるのかなとか思ったりもしますけど、もしかしたら関連あるかもしれません。5番目、その他特記すべき活動の記録とか。この辺は公務の内容を書いてあり、鹿児島行った時も牛見てましたもんね。
農業の実在権とか書けそうな感じがしますけどね。国民の金で。いっぱいやってるんですよ。書ける内容いっぱいあると思うんですよ。ずるいなと思いました。久人くんのこれまでの行動はここに最適化されてきた行動なのかなって思うんですよ。そういう風にしか見えない。あとは学校推薦型選抜の志願書とか学校側が書くやつを見てるんですけども、東京大学農学部を志望する理由と高等学校在学中の自己の活動成果、自己の将来像等について農学とその関連分野に対する興味を踏まえて入力してください。800字と。これを記載しておく。将来に関してどういうふうに書くのか。高位検証中に降りて研究者として活躍していきます。そう書いてくれと思いましたけどね。ここには研究成果あるいは論文とか、学会研究会等における発表とか、それで評価するんだなと。今これのスタンプラリーしてるところなのかなって思うんですね。あ、国際昆虫オリンピックなるものに出たら書けるでしょうね。スタンプラリーですよ。というわけで久人くんかなり最適化された行動をしていて、このままだと入ってしまうんじゃないのかな。当然ながら損得ですけど、んな認めないですけどね、絶対そういうふうに思いますけどね。国民のそれを認めないのかなと思いますけども、ありえないですから。しかしながら、まあ、このまま行くと入ってしまう。そうなった時にどういう世間の反応があるか目に見えてわかりますよね。大炎上ですよ。それでもやるのかなって不思議でならないですね。秋島メーカー何がしたいんだろう。あまりにもずるすぎますよね。以上です。それでは皆様ご一緒に近いお疲れ様でした。ありがとうございました。バイバイ。